変わりたいんですよ。でこの変われないところと変わりたいところのジレンマを統合してよりよく生きよう、これが弁証論的行動療法の由来だそうです、はい、なんとかその辛い状況を打破しようとしてやってることが結果的に操作的に見えるというのを書いてます。バチコイ心理学、こんにちは、心理学の岩です。今日は弁証論的行動療法について紹介したいと思います。弁証論的行動療法は何かと言いますと、境界性パーソナリティ障害といわれる診断がついている方たちがいらっしゃって、その方たちに向けた認知行動療法の、新しいタイプの治療法なわけです。でこのややこしくなってきますね、ややこしくなってくるので、まず境界性パーソナリティ障害という問題と弁証論的行動療法でこの2つについて今日は紹介したいと思います。まずでは、境界性パーソナリティ障害、これ何かと申しますと、パーソナリティ障害と言われるその特徴的な行動や考え方の困りごとがある方とか言います。でこれですね、なかなか古いんです、歴史としては。もともと精神病、今で統合失調症ですとか双極障害を精神病圏という考え方がいて、一方で神経症、うつとか不安症ですねっていう精神分析の考え方があって、でどっちにも入んないその間ぐらいの境界の方たちっていうのを境界性パーソナリティとかボーダーラインというふうに精神分析という理由で言っていました。古い話で、その流れで、そういう特徴のある人たちのことを境界性パーソナリティ障害というふうに呼ぶように、診断所になりました、はい、これは私がそう呼んでるんじゃなくて、そういう決まりなのね、形的に。で特徴としては、自分らしさを保てない、だから昨日の自分と今日の自分があんまり連続した感じがしないとか、非常に傷つきやすい、で傷つきやすいので反応してしまう、でそれがあたかも人を操作しているように見えることがある。例えばですね、なんか恋愛関係で別れようって言われて、やだ別れないでっていうふうにそのすがりつくようなことって、これ、例えばですね、これを解説すると、別れられると非常に辛いと反応してしまう、でそれを何とかしようとしてすがりつくようなことをする、もしくは、そういった、気持ちを忘れるために、自傷行為だとか、無謀な行為に及ぶことがあると。で、統計学とか疫学的には女性の、比較的若い女性が多いというのが一つ特徴になっていますが、男性でもいらっしゃいます。で、そういった、だから結構です、昔からある問題なのですが、カテゴリーとしてはパーソナリティ障害、DSM という診断基準、パーソナリティ障害っていう中の、区分に入ってくる、問題です、はい、でそういった方の治療というのは今までですね、あんまりですね、うまくいってなかったという経緯があります。データで見ると精神分析ないし分析的心理療法って言われるジャンルの治療法があるんですけれど、こっちが比較的効果があって、認知行動療法はあまりうまくいってなかったという経緯がありますが、一方で精神分析心理療法の場合は長期間に及びかつデータの収集があまり多くない、質のいい研究があまりないっていう問題がありました。でも困ってる方いらっしゃるからね、なんとかしなきゃっていうわけですよ。で認知行動療法の中でマーシャ・リネハンという、女性の心理学者、心理療法家がいらっしゃるんですけれど、この方がなんとかこの人たち向けのボーダーラインパーソナリティの方向けの治療ができないかというふうにして作ったのが弁証論的行動療法です。やっとここまで来ました。長かったですけど。ではじゃあ弁証で行動療法っていうのは何かと言いますと、分類上は第3世代の認知行動療法にカテゴリーされます。第1世代というのがですね、もともとの行動療法で、第2世代がそこに認知療法が入ってきた。でその次第3世代というのは、
第二世代の認知行動療法と比べて、まず理論が増えてるんですね。関係フレーム理論と新しい理論が入ってる。そして対象が第二世代の認知行動療法にも拡張してる。で、拡張の中にこのボーダーラインパーソナリティの方たちを含めるっていうのがあるわけですね、はい、で、かつ特徴的なのはこのベンショライン行動療法、データがちゃんと出てるんです。エビデンス、治療成績が出ていて効果があるというふうに判断されています、まあ、もちろんですね、例えば自殺関連行動には減るんですけど、その診断基準の全てを改善するわけではないので、まあ、だから他の治療法がもっと必要に作られてるんですけど、でもボーダーラインパーソナリティの方に対する特定した治療方法としてもう胃の一番に出てくるのがベンショライン行動療法なんです。ではここで皆さんの疑問に一つ答えたいと思います。なんでそんな名前なの？弁証論的ってなんやねんって思いましたよね、はい、これはこの治療法の核となる発想なんですけれど、弁証法2つの相反するものがあった時にどっちがいいどっちが悪いじゃなくて、うまいこと統合して次のステップ行こうっていうのを弁証法とか弁証論っていうふうに言います。ではこれがこの弁証法行動療法の中で何を指しているかというと、パーソナリティ障害ですからね、変わりづらいんですよ。でも変わりたいんですよ。でこの変われないところと変わりたいところのジレンマを統合してよりよく生きよう、これが弁証論的行動療法の由来だそうです、はい、いや俺が言ったわけじゃないですよ、書いてるからね、そうやってね、はい、でつまりこれ非常にですね、そのボーダーラインパーソナリティの方の心情にフィットしてて、困ってるって言ったらじゃあ変えればいいじゃんって言われるんですよ。でも変えればいいじゃんって言われて変えれないから、だって傷つきやすいからね、分かってるのに、もう分かってくれない、あんたら二度だわーってなっちゃうのよ。それはまずいでしょ。だから変われないのも分かるし、でも変わりたいっていう気持ちは分かるよね。今すごく辛いから、だからその変われないところと変わりたいのをひっくるめてあなたを大事にしましょうねってことなんです。でこの弁証の行動、この今言ったところをすごく重要視した用語があります。バリデーション、バリデートっていうのはその妥当だっていう意味なんですけど、治療上はなんかね、訳の仕方ね何種類かあるんですけど、私は承認っていうのが結構好きです。だから変わりたいけど変われない、そのあなたを認めるよっていう、まあ、だから共感ってあるじゃないですか、相手の気持ちが分かる、そしたら理解するだけじゃなくて、そのさらにステップアップバージョンのこのバリデーション、そんなあなたを認める、変わりたいけど変われずに今悩んでいるあなたを認めます、これはバリデーション、承認というんです。これはですね、あの弁証法行動療法の中でまずすごくいいことだと思うので、ぜひあの覚えていただいております。まあ、その上でバリデーションをした上で具体的な方法があります。これは4つのコアスキルと言われます。で1つ紹介します。4つというのはコアマインドフルネススキル、対人関係維持スキル、苦悩耐性スキル、感情調節スキルですね、この4つです。でこれちょっと紹介してあります。まずコアマインドフルネススキル、コアとついてるぐらいですから中心なわけです。でじゃあ何なのかというとマインドフルネススキル、カタカナ多いんじゃん今のって、しょうがないだって海外のものだからね、 俺が言ってるんじゃねえよ、噛み砕きますから。コアマインドフルネススキルというのはいろんなことが起きたときに判断せずにまず眺めるってこと。なんかいやネガティブに言われてないんだけどネガティブだなって判断したことありますよね。山野くんあれやった？あの仕事終わった？って言われたら、ドッキーなんかこうまだ終わってないのか
っていう風な意味なのかなって、お前いつまで待たせるんだって意味なのかな、ごめんなさい先輩ってなっちゃうってことでありますよね。でも今のってそのこと一言も言ってないですよね。今のあれやったか終わったか、つまり作業がどこまで終わっているか、いつ終わるかっていう確認されたわけですね。そこにはお前は無能だ、あのいつまで時間がかかってるんだっていうニュアンスは一言もないわけです。いやそれ聞こえるけどね、語尾上げると。けど情報だけ見たら批判をされてないですよ。だからこれを言葉のまま、事実を事実のまま眺めよう。でその時に自分は何か、催促をされた、自分を否定されたっていう考えが浮かんだんだな、これも観察しよう。これがコアマインドフルネススキルなわけです。でこれはですね、事実とか自分の感覚とか全てに対してまず眺めよう、これをまず最初にやります。で続きまして、対人関係維持スキル、これですね、これも非常に重要なんですが、ボーダーラインパーソナリティの方の人間関係というのは非常にその不安定であったりします。例えば恋人が欲しいんだけど嫌われたくない、嫌われるぐらいだったらこっちから切って次に行くということで、例えばですね、とっかひっかい恋人変えちゃうっていうパターンもあるんですよ、ね。で人間関係が破綻するので、そのサークルクラッシャーみたいな感じで、どこに所属したらうまくいかない で次に行っちゃうとかっていうふうに、あの非常に短期的もしくはまあ破滅的な、人間関係になる場合がありますので、そうじゃなくてすぐに切るんじゃなくて、いやもちろん危ない関係は切っていいんだけど、そうじゃなかったらすぐに切らずにおこうというのが、必要なスキルなんですね。でこの時もね、批判されたと思っていいって言っちゃうのを、ま、コアマインドフルネスでちょっと待てよと言った上で、それ反応が激しいから全然俺のことだと分かってくれないからって言うんじゃなくて、なんか俺のこと嫌いなのかな、でちょっとマイルドにね伝えたりしながら人間関係維持スキル維持するっていうことをやります。対人関係維持スキルです。で続きまして感情調節スキル、これもですね、感情の激しいからね、感情がだから、その感情をなるべくそのまず観察し、その上で、それを増幅しないようにしましょうと、ね、自分の感情、自分がなるべくだけコントロールできるようにしましょうということをやります。そして最後苦悩耐性スキル、これですね、なかなかえぐいっちゃえぐいんだけど、苦痛とかを 100% 逃れることはできないと、むしろ短期的には避けようとする結果良くないことになっているので、まずその辛いということを受け入れる、その中で辛い中で自分にとってプラスになることを一歩ずつやりましょう。これウィリングネスとかって言うんですけれど、まあそういうことをやろう。だから何でもかんでも避けるんじゃなくて、その苦痛を受け入れて、まあ、その中で自分らしく生きていくための工夫をしよう。これが苦悩耐性スキルと言われます。でこの4つのスキルをまあ練習していくわけなんですね。はい、でこの伝承の行動療法、発想は非常にユニークというのもあるのですが、治療構造はかなりしっかりしています。日本ではできませんが、そのアメリカで保険算定されてるんですね。保険聞くんですよ。そうすると例えば4回連続で、来ないっていうことはしちゃいけない、そんな、それをしたらもう治療は続けられないとか、それから何かあった時は電話のカウンセリングができたり、電話連絡取れたり、個別のカウンセリングと集団療法があったり、かなりいろいろ構造的にも、まあ、しっかりしてるんですけど、まあ、日本で 100% それやるのは、ね、難しいと思うんですね。ただそのエッセンス非常に使うものが多いです。そしたらこのマーシャ・リニハン、後に言ってますが、ご自身が、若い頃、ボーダーラインパーソナリティの診断を受け、まあ、診断を受けたのかは分かんないけど、まあ、そのなんか症状で苦しんだというふうに言っているので、自分その情報量が多いんでしょうね。だからこそそのボーダーラインの方たちの、困りや辛さが分かったのではないかと思います。でもボーダーラインパーソナリティ結構ですね、ネガティブな印象を受けがちです。厄介だとかリストカットするだとか、そういった揶揄をされることがありますが、そのリネハの方を見てるとそれは決して
人をコントロールしてるのではなくて、なんとかその辛い状況を打破しようとしてやってることが結果的に操作的に見えるというのを書いてます。非常にその弁証行動療法のマニュアル、いい本です。よければ一冊、高いんですけどね、臨読会とかで読んでみてはいかがかなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。弁証行動療法、第三世代認知行動療法の筆頭の一つと言われている非常にいい、テクニックや内容が含まれています。勉強するという時にはぜひ、こういうのも、見てみたらどうかなと思いました。はい、というわけで今日は弁証的行動療法編でした。それでは皆さん、バチコイ、せーの、バチコイ。はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。